ユニオンからリーグにこう転向してきて、まずどういうところが違うというか、どういう感想というかお願いします。まず一番の違いはそうですね、まあ、ボールがよく動くんでスピード感があるのと、あと個々のヒットの能力が、まあ、ユニオンの人よりも、まあ、よりハードかなっていうのが一番の感想です。まあ、リーグとユニオン多分おそらく並行してやれば、まあ、両方とももっとどんどん上手くなるんじゃないかなと、それが今一番感じてます。今日4回目だと思うんですけども、最初の方と比べてこう自分の中でこう変わったものと変わってきたとか何かありますか？そうですね、まあ最初の3回は主にウィングで出してもらってて、まあ、ウィングなんで一番外に待ってることが一番多かったんで、まあ、どちらかっていうと、まあ、ユニオンと変わらず第三者的視線でこうボールを待っていた感じなんですけれども、今日4回目で、まあ、6人制だったこともあって、まあ、人が人数が少ないんで、まあ、どんどん絡んでいかないとチームの皆さんに迷惑かかると思って、まあ、今日は割と、まあ、うちでボールもらったりとか、まあ、絡んでいけたと思います。ただ、まあ、ちょっと、まあ、ユニオンのウィングやってたせいもあってかハードさがまだまだ足りないっていうのをすごい痛感してるんで、まあ、これからもっと、まあ、うちでボールに絡んで、まあ、ハードなプレーをしていきたいと思います。今後の目標は？今後の目標は、まあ、今さっき言ったことと関連するんですけれども、まあ、ウィングっていうポジションをこれからもまあ、リーグでもやらせてもらいたいなと思ってるんですけれども、まあ、ウィングやるにしても、まあ、スピードだけじゃなくて、まあ、コンタクトの強さっていうのを身につけて、まあ、ハードなプレーできる選手になりたいと思ってます。ありがとうございます。